いとくり三人女イトクリ三人女はグリム童話に収録されている作品。グリム童話には珍しく、怠け者が怠け者のまま幸せになる話。類話では魔女がアクシデントで主人公に怠け者になる呪いをかけてしまったので代わりに試練をこなすという説明が加わっている。あるところに美しいが怠け者の娘がいた。ある日、 母親に叱り飛ばされた娘が泣きわめいているところに、王妃が通りかかり、なぜ泣いているのかと問う。母親は、うちの娘は、糸紡ぎが好きで仕方がないが、貧しくて、天を買えないので糸紡ぎができず泣いていると、とっさに嘘をつく。関心に思った王妃は娘を城に連れ帰り、糸車と部屋いっぱいの朝を用意して、一晩で紡ぎ終えたら、王子と結婚させようという。 娘は、そのようなことができるはずもなく泣いていると、口の大きな女、片手の大きな女、片足の大きな女が現れ、自分たちをおばとして、結婚式に招待することを条件に、娘の代わりに見事に糸を紡ぎ上げる。翌日、糸が、見事に紡ぎ上げられているのを見て感心した王妃は、約束通り娘を王子の妻に迎える。娘は、 約束通り結婚式に三人の女を招待する。三人の女の異様な姿を見た王子が驚いて、あなたたちは、なぜそのような姿をしているのかと三人に尋ねると、彼女たちは、私たちは若い頃は美しかったが、長年糸紡ぎをやりすぎたために、このような姿になったのだと王子に語った。それを聞いた王子は、娘には一生糸紡ぎをさせないと誓った。ありがとうございます。